キャリーが壊されました。液体物のね、マックスとかがあるから。今日もね、こんなに重いものを持って行くことは考えられないですよ。確かにね、はい、軽く行きたいですよね。フットワークも軽く、体も軽く、荷物も軽く、うん、軽く、はい、自分の場合は2ヶ月とか出るんで、あの2ヶ月分の、そうなのよ、本当に2ヶ月出るバッグじゃないの。バッグじゃないあれはでも真に受けてるの、嘘でしょってあれはでもノウハウなんですよ。ああそう、バッグが小さければそれ以上入らないので、それ以上持っていかないので、うわ、本当に最低限の最低限のものしか入れていかなくなるんですよ。それはね、はい、マジで一つね、テクニックだと思う。ノートレーニングですね。そうだから入れるものが多いでしょ、こんだけの長期旅行だから。だからでっかいキャリー買おう、だから全部入れようとするんですよ。はい、僕は機内持ち、あれが大変なんですよね。その、なんですか、根本をたどると、うん、荷物をこう待っているのに出てこない時とか、はい、あとラゲッジロスでしたっけ、うん、なんか荷物なくなるやつ、乗り換えとかで、でその乗り換えが多い、トランジットの多い、うん、とこに行ったりもよくするので、うん、それが起きるともう何もできなくなっちゃうので、うん、それを、避けようとして、うん、機内に持ち込める荷物っていうことで考えていくと、そういう風になったんですよね。あ、でもね、そこでね、じゃあ注意点とワンポイントアドバイス、はい、なんでね、鈴本さんそれができるかっていうと、はい、本当にそのリュック一つで多分行くんですよ、旅ってヨーロッパとか行っちゃうんだけど、はい、でもそれはそのバッグの中にそのいろんな国のルールがあって、はい、液体物のね、マックスとかがあるから、はい、女性陣これは気をつけてほしいですね。容器にそのが液体がね、何リッター以上とか、100ミリリットルをですよね、1リットルまでなんですよ、うん、10本までとか、そういうものを突っ込んでいっちゃうと、やっぱりその荷物検査で全部開けろとかって言われちゃうから、せっかくね、綺麗に畳んでたものが全部うわーってなっちゃうと大変なので、そこら辺だけは調べた上で、逆にね、荷物を預けるところはそういうのは緩かったりする。そうね、うん、そこがだから違いですね。 どっちかなってありますけど、うん、でも一回で僕はね、その鈴本さんがおっしゃられた理由は超わかるのが、一回その僕はキャリーが壊されましたね。あ、出てきた時に一つの車輪がぶっ飛んでました。なんかしたんですよね、多分ぶん投げたんだと思います、簡単に。いや、その前に佐久間さんが何か嫌なことをしてると思います。その人たちしてない、嫌がらせをされたので嫌がらせを仕返しただけなので、プラマイゼロです。しかもね、これ本当に恥ずかしい話なんで、はい、まあ僕ね、これ ANA ダイヤモンドだから、はい、でたまたまその日マジで一番目に荷物入れてたんですよ、はいはい、たまたまね、はい、ラッキーと思ってもうね、みんなもね、いいの一番手でみたいな目線でするんですよ、一番手はね。いや、それは自分だけですよ。いやそんな目線はダイヤモンドの、ちょっと待って、ダイヤモンドあるあるありまして、そういうのを自分自意識感情で感じちゃうのはダイヤモンドあるあるですよ僕も元ダイヤモンドなんですけど感じてました。感じますよね。いや、それも多分特典の一つじゃないですか、はい、で特に一番手で出てきたから有頂天になってバンって取ったらキャリーが進まないんだよね。はいはいはい、そしたらよく見たら車輪が一個なくて。なるほどなるほど。だからそれ、まあ NA さんだったので、はい、しっかり対応はしてくれて、うん、修理までしてくれたんですけど。ああ、そうなんですね。ただやっぱそのロスはありますよね。詰め替え、ね、貸してくれるキャリーもね、うん、確かに綺麗なのも貸してくれましたけど、時間はロスしますね、だいぶ。うん、だからそれだし、バゲッジロス、バゲッジロスでいいんでしたっけ、荷物が、荷物じゃなくて、紛失っていうか、なんか積み込まれてなかったとかね。ロスをすると、うん、せっかくの思い出もロスしちゃいますからね。そう、それはマジでそう。そう、今のところね、そこはね、一回もね、ないんですけど、はい、一回鈴本さんとシンガポールで荷物預けた時に、はい、二人とも荷物がどこ行ったか分かんなくなって、 ありましたね、すげえロスの時間食ったのありましたね。そうそうそう、30分ぐらい探しましたよね。あれはだから、ダイヤモンド佐久間が預けようっつったから、俺は絶対預けないってもう決まってるんですよ、ルール。そう、まあね、スターアライアンスの系統の飛行機を二人とも乗ったから、俺のね、その会員で早く出てくるからってところで預けましょう今回はって言ったんで預けたんですよね、はい、その時は、はい、機材があったんで、撮影機材があったから、はい、キャリーを持ってたってことなんですけど、ただそれも本当はハンドキャリーの方が良かったですね。そうですね。それでのバゲッジロスでロスした佐久間さんの信用のロスはすごかったですよ、僕からの信用。でもね、あれはね、本当タイ航空 の、はい、ミスもあるんですよ。いや、あれは佐久間さんのミスです。イミグレーションがすごい並んだんですよね、はい、入国審査ですごく並んじゃって、はい、
で、多分その間にもう多分出てって次の、次の、うん、そうバッグが出てくるから全部はけさせた時に、はい、いつまでも多分取りに来ない扱いされちゃって、うん、保管庫まで行っちゃったんですよね。行っちゃってましたね。だからそこまで探し出すのに時間かかったっていうところがあるからやっぱりね、そのスンプさんにブーブー言われたそれはもう本当に信用がロスしてます。だから出なきゃいいじゃんっていう。そうそうそう、だからそのあれはね、あの僕は何も悪いことしてないしてないよ、わかるわかるわかる、あのいつも言いますけど僕は何も悪いことしてないのに、スンプさん、はい、都心部までタクシー代払いましたいいことをしましたありがとうございます、はい、まあでもね、あの本当にすぐに行動したい人とか、うん、そういう時間って本当にもったいないし、はい、あのね、そうなんです、ロスは確かに嫌ですよね、うん、一日あのね、明日の便でしか届けられないですってよくあるんで、ありますね、なので、まあ、その預けるなっていうことではなくて、うん、2泊3日ぐらいだったら、うん、あのバッグを小さくすればいけるっていうやり方があるよっていう、ね、あ、そうですね、そうね、だそっちを選んだ方が快適にいろいろ行った結果できてますよっていうことで、うん、あのさ、このすごい長い前置きで話そうとしてるわけです。